だってどんなのって言うから可愛いのがいいわ。例えばどんなフレーズがいいの？フレーズ？びっくりするわ。そんな、そんな、手落ちた。どんな歌詞がいいの？そうね、どんなのがいいかしら。例えばないの？ん？あなたを待つはテニスコートとか。超パクリ。パクリじゃない、マリよマリ。それじゃあテントウムシのおサンバとか。性別変わってるじゃないの。でもこの声だったね、丘の上ひなでしの花でとかいう歌はとても歌いやすいと思うのよ、この声だったらね。なるほどね、モノマネするのね。違う、真剣に考えて。どんな歌詞がいいの？どうしようかしら。どうする？今実家エンターテイメント。宣伝じゃないの。お金出してくれるかもしれないじゃない。そうね、それは大切だわ。じゃあそれも候補に入れとく。今実家、今実家、ラブエンターテイメント。やっ、ちょっとになっちゃったけどね。そういうのどう？そういうのいいね。お金出してくれるかも。汚いお話しちゃった。はい、あとはなんかピンクとか言葉使いたい。そうね、ピンクの鶴とかね。はピンクの鶴ね。鶴ね。鶴って何？鶴鳥。そう。なんで？ベイビーきつくない？違くない？なんか仲良しでしょ、このユニット。なんか先行き不安。リベリベ、フラミンゴとかならわかるけど、鶴なの？違う、フラミンゴはもう元からピンクじみてるでしょ。そうだけど、ピンクのフラミンゴって、じゃあピンク以外のフラミンゴいるかな。いるかも。なんかもっと可愛い方が良くない？なんか鶴っていうとなんか池中玄太みたい。誰？まあいいや。待って、ちょっと待って。じゃあ出てこなかったっけ、そんなシーン。可愛い、なんかイメージ、イメージ、イメージ。なんか可愛い、ピンクのウサちゃんとかのが可愛いじゃない。まんまくない？えへって。すごい王道っぽくない？ピンクのクジャク。クジャクはピンク一色だったらつまり、もっとなんか具体的な、放課後の校庭とか。じゃあ伝説の木でいいわよ。それパクリくない？パクリ。それ確かにリベリベシルエットだけで誰かわかるけど。それすごいわ。おたくね、中学校の時やったけど全員落としたけど。だったら白い雲、青い空みたいな、そういうこと？あ、わかった。じゃあ違うの？待って、あ、違った。違う、ありありありだけど、じゃあ白い雲の雲をどう、あの昆虫の雲って言う？いやよ。嘘。虫嫌い。あ、そう、あ、まあ、リベリベも嫌いだけど。じゃあわかった。なんか違う、好きな人とかの話にしようよ。恥ずかしいわ。ダメだよ、アイドルそんなこと言ってちゃ。アイドルは揃っちゃったじゃないの。待って、ベリベリ違くない？アイドルは応援してくれるみんなのことが好きなのよ。好きな人なんて特定の人はいないわ。じゃあ分かった、 LOVE ラブリーみんなとか。それは言われるものよ、言うものじゃないわ。わけわかんないんだけど、リベリベ超理解不能なんだけど。マジアイドルとか難しいし。ちょっとギャル化してるわよ、気をつけて。大変。ちょっと待って、リベリベ、ちょっと待って、リベリベ考えるから。リベリベ、じゃあね、待って、じゃあ爆裂天使っぽい歌にしよう。爆